雑味に使わされた。揺さぶられたものを追求していったら
フラメンコに出会い、それを歌ってプロになる。でも何が心揺さぶったか分かる。まさに僕は初盛だったり、あの武将、戦国武将にいっぱい歌ってますけど、決して戦争を賛成してるわけじゃなくて、やっぱ起こしちゃいけないよねって歌ってるなって、歌が持ってる力で僕をそうやって導いてくれてるのかなって、ちょっと最近そんな気がで、いろんな人との出会い、今からこれ今それもちょっと神仏集合のところと、ね、あのそれこそ巫女が出てきて祝詞をあげてそのまま、あのそれからあったわけですよね、影響し合ってた、あの新しいものができたりしてるっていうのが、今日ずっと歌ってきたのもそうだし、この使ってる楽器もそれこそペルシャのあたりにバルバットという楽器があって、それがウードという楽器になり、そのものだってリュートになって、いや日本がこうあの練り上げてきたんですけど、もともとは全部そういう関連性からあるっていうのを、歌のメロディーからもそうです、あのカテゴライズしてこっちがいい、あっちが悪いって始まってしまうとなかなか立ち行かない時代に来てる。そこで役割を果たす時代が来て、今のこの日本のスタイルをこの世界にもっと持っていきたいなっていうところにやっと行き着いた気がします。